水口岡山城は、滋賀県甲賀市水口町水口に築かれた日本の城、国の史跡に指定されている。現在の水口城の東、古城山にある。かつては水口城と呼ばれたが、水口城築城後は区別するため、古城岡山城と呼ばれている。この山は古くは、大岡山あるいは岡山といい、山城には、 岡観音と呼ばれた大岡寺があったと伝えられている。橋場秀吉の命により、中村和氏が、天正13年、甲賀軍の支配の拠点として築き、入城した。その時、平安時代の昔から、都から、伊勢国へと通じる街道の要所として栄えていた、宿場町、水口の原型を作った。その後、天正18年に、増田長森が、文禄4年には、 長塚正家と五武業を務めた二人が、相次いで入場している。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、長塚正家は西軍に属し、南宮山麓に婦陣していたが戦闘には参加できず、敗走。水口岡山城に牢城したが追ってきた池田長吉、亀井これのリラに攻められて、降伏、解除し、長塚正家、直吉兄弟は切腹させられた。城はその後、 池田長吉の預かりとなったが、廃城となった。城の石垣は後に、水口城の築城にあたり、部材として転用された。城そのものは、廃城時もしくは、水口城追記時に破却されたが、城跡は御用林とされ、結果的に保全された。平成25年より、高賀市教育委員会によって、発掘調査が行われ、石垣跡や、マス型跡が発見され、 波状の跡が確認された。平成になってからダンボールやバルーンなどで天使を再現する蘇る水口岡山城が開催されている。平成27年4月、3の丸推定地から石垣や礎石の跡が見つかった。平成29年2月9日に城跡は水口岡山城跡として国の史跡に指定された。独立峰である。 大岡山の尾根を利用した連隔式山城で、三路丸推定地に居住施設があったが、後に三六に居住施設が移動した。普段はそこを成長として利用し、山上の四角部は緊急用であったと推定される。山頂部にある本丸四角には、東西両端に礎石が残り、両側に天守クラスの大型の高層建築物たち、総石垣であったとされる。 埋蔵文化財活用ブックレット10水口、岡山城跡。滋賀県教育委員会事務局文化財保護課。https コロンスラッシュスラッ <affe> シュ www.pref.siga.lg.jp スラッシュファイルスラッシュアタッチメントスラッシュ20427775 pdf 賀八巻高賀詩時点。講賀<我日> P376 カズヨジ城をプロジェクトから蘇れ、水口岡山城蘇れ水口岡山城2015、水口岡山城が復活高さ11メートルのバルーンで再現徳川に破壊された、幻の山白い子を見つかる秀吉ゆかりの水口、岡山城平成29年2月9日、文部科学省国示第7号。ありがとうございます。